ストレッチをしても体が柔らかくならない人におすすめな内容です。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回は体が柔らかくならない人の原因ということで紹介していきます。まずこういった体が柔らかくない方っていうのはですね、実は言うとストレッチの際の痛みを感じるスピードが速い方なんです。体の柔らかい方っていうのは簡単に言うと足を広げたりストレッチをしている時の痛いっていう感覚が鈍い方、いわゆる鈍化な方がですねストレッチをして柔らかくなりやすい方なんです。生まれつき体が硬い、生まれつき体が柔らかい、そういったことを思っている方も多いと思うんですけども、実は筋繊維を一本ずつ取り出した場合、体が硬い方柔らかい方、人によって硬さは変わらなかったっていう話が出てます。じゃあどういうことかというと、体が柔らかい方っていうのは継続比較的にやはりストレッチをしていて、筋肉が伸ばされた時の感覚が鈍いので力が入らないために筋肉が伸ばされやすい。たまにしかストレッチしない人っていうのは痛みに慣れてませんから、体を伸ばした時に痛いと感じて、痛いと思った瞬間にですね筋肉が収縮してしまう。筋防水というセンサーが働いてですね、伸ばしてる際筋肉がキュッと縮まってしまって、そこからロッカーが伸びなくなってしまうっていう現象にあります。その筋防水のセンサーを鈍くする、鈍化させるためには継続的なストレッチがやはり必要です。筋肉が伸ばされた時痛いという感じるところを、筋肉が伸ばされて気持ちがいいとリラックスすることに慣れなきゃいけませんから、それを行うことによって筋防水の働きが鈍化してですね、筋肉がどんどん伸ばされて、伸ばされる際の痛みを感じにくくなる、体がどんどん柔らかくなっていくという感じになります。で、体が柔らかい、筋防水がもう鈍化してリラックスした状態で筋肉を伸ばせる方はですね、静的ストレッチで OK です。静的ストレッチというのは体を伸ばす時に痛い時間が長いですから、体が柔らかい方はもう慣れてる方はそれでいいんですけども、筋防水の働きが敏感な方はですね、静的ストレッチをしてしまうと痛いって感じですぐロックかかりますから、そういった場合は動的ストレッチをはじめに少し行った後に静的ストレッチをすることをお勧めします。例えば動的ストレッチというと動いて伸ばすんですけども、動いてますから痛い時間が短いですよね。痛っていう感じで痛い時間が短いので、それでまず慣らさしてですね、その後にゆっくりブーって静的ストレッチで伸ばしていく。そうすることで痛みが鈍化してですね、ストレッチした際に体が柔らかくなりやすいということになります。よく筋膜リリースって流行ってますけども、筋膜リリースはですね膜しか伸びませんから、それで体が柔らかくなるということはまず少ないんですけども、しっかり筋肉をほぐされる感覚、伸ばされる感覚というのを鈍らせるっていうためには筋膜リリースも OK です。ですがストレッチを継続的にした方が筋肉が伸ばされる感覚、筋防水のセンサーが痛いって思わないようにできますから、継続的にストレッチをして筋肉を伸ばす、毎日筋肉を伸ばすことによってその筋肉の引っ張られる感覚っていうのがどんどん体に身につきますから、どんどん体が柔らかくなっていくってことになります。結論から言いますと、体を柔らかくするためにはですね、皆さん硬い方柔らかい方それぞれ一緒なわけであって、毎日ストレッチをすることによって筋防水の鈍化させることができます。そうすることで筋肉を伸ばされる際に収縮するセンサーをですね鈍らせることによって筋肉をしっかり伸ばすことができます。ですので体が柔らかくしたいって方、継続的にストレッチを行ってください。毎日少しでも OK です。とにかく筋肉を一回キュッと伸ばすことを継続的にやることで筋肉が柔らかくなり、筋肉が収縮するスピードが遅くなりますから、筋肉を大きくしにくく、女性は足が太くならない、腕が太くならないような筋肉の働きにすることができます。ということで今回は体が柔らかくならない人の原因ということでお話しさせてもらいました。最後までご視聴ありがとうございました。Thank you.